果たして時速100キロで走行する車から進行方向と逆の方向へ時速100キロのボールを投げると一体ボールはどのように動くのか。実際に調べてみた。今回検証の舞台に選んだのは大分県にあるオートポリスサーキット場。そしてトラックの荷台には時速100キロでボールを投げられるピッチングマシーンをしっかり固定、はい、なお時速100キロのスピードを出していただくトラックの運転には国内 A 級ライセンスを持つ松浦さんに依頼。検証方法はまずトラックで時速100キロのスピードを出すためコースを一周、そして再びスタートした地点に時速100キロのスピードで戻ってくる。そこでスタートラインを通過した瞬間にボールをトラックの進行方向と逆方向へ発射。この時ボールはどのように動くのかを調べる、うん、トラックをスタート位置につかせ、スピードガンを使用し正確に時速100キロのボールを投げられるよう調整に入る。そしてまずは球が本当に100キロ出てる。準備完了。ぴったり100だ。ちなみにこちらが停止状態のトラックから時速100キロで投げたボールの動きである。検証開始。シグナルがレッドからブルーへ。今トラックがスタートです。時速100キロのスピードを出すためにトラックがシフトチェンジ、徐々に加速していきます。120までしか切ってないじゃない。果たして時速100キロで走行する車から進行方向と逆の方向へ時速100キロのボールを投げるとボールはどのように動くんでしょうか。さあスタート地点に今再びトラックが戻ってきました。最終コーナーを立ち上がってこれが最後のストレート。現在トラックの時速は100キロです。今時速100キロでトラックがここまで戻ってきました。さあトラックが時速100キロをキープしてスタートラインへと向かっていきます。そしてこちらも今ピッチングマシンにボールをスタンバイ。そして投げました。投げました。果たして時速100キロで走行する車から進行方向と逆の方向へ時速100キロのボールを投げるとボールはどのように動くのか。ボールがコース上を転がっています。一体ボールはどのような動きをしたんでしょうか。さあスロー映像で確認してみましょう。100点。あ、そうだ、100点。詳細か、はい、マジでそんなことになるんだ。ご覧ください、ボールは投げた地点で落ちています。時速100キロで走行する車から進行方向と逆の方向へ時速100キロのボールを投げるとなんとボールは投げた地点で落下しました。こうしてこの世界にまた一つ新たなトリビアが生まれた。